昨日、3年半の集大成の日に、選手たちがよく、目標でありましたメダルを獲得してくれました、少しずつ実感が湧いてきまして本当によく頑張ってくれたなというふうに思っています、特に選手スタッフには感謝しております。以上です。はい、じゃあ荒木キャプテンお願いします。昨日は3位決定戦で勝つことができて、今までチームができてからずっと目指し続けてきたメダルっていうものにみんなの思いがつながって銅メダルというものいう形になって本当に嬉しく思っています。最高のチーム選手スタッフと戦えれて最後に笑って終わることができて本当に幸せに思っています。メダルをもらったときに表彰式が終わったときに本当にメダリストになれたんだなっていうのは思いました。12チームの中で一番身長が低い日本が、これだけ、3番目に入ったということは我々がやっぱりやることはもう平うしかないのかなというふうにも思っています。これだけ、背の低いチームがメダルを取ったということでやはり日本の強みは女性のこの団結力はすごいなというふうに実感しております。迫田はスタートでいくとあまり良くないんですね。で、江畑の方がスタートでいくといいんですけども、でも韓国戦は、迫田が非常にいい成績を上げています。最終的に、昨日迫田を使いましてこれが一番よっしゃというふうに思っています。結婚されるという報道とすでに結婚されているという2つがあるんですけど、どちらが事実なんでしょうか。結婚してます。内容すべて改めて報告します。ケミ栄誉賞が、決まったというニュースも流れております。そのような賞をいただいて本当に嬉しく思います。秋田の皆さんもすごいたくさん応援してくれていたので、帰ったら秋田県の人皆さんに銅メダルを見せてあげたいと思います。ちょっともうちょっとはじけたい。